皆さんこんにちは、 TK ボンチャンネルです。今日は大切な報告があってこちらの動画を撮っております。何かと言いますと、私 TK ボンチャンネルはカンボジアに帰ります。イエーイ。ということでね、カンボジアに帰る手続きをね、始めていきますということでね、具体的にもうすでに始めていってるんですけれども、PCR 検査ですね、こちらがようやく地元でですね受けられるようになるということで、カンボジアに入るまでにね72時間以内に、PCR 検査を受けないといけないので、なかなかそこがネックだったんですね。ただですね、今回は、PCR 検査が地元で受けて、空港、そのまま空港に行ってとか、そういった形が取れるということでカンボジアに帰る決断をしました。嬉しい半分、怖い半分って感じですね。これまでは日本に一時帰国して帰るとなったら結構なんか半々ですよね。それも楽しかったなとかちょっと寂しいなとかいうのと、またカンボジアがこうの生活が始まるっていうワクワク感があったんですけれども、今回は、ワクワク感半分なんですけれども、やっぱコロナが怖いっていうのがあって、もうコロナになった時のどういう対応すればいいのかとか、なんか自分死ぬのかなとか怖いなとか、そういうのもあるし、どこの病院なのかなとか、お医者さん大丈夫かなとか、費用ですね、お金、料金、そういったところもちょっと心配なので、あれなんですけれども、待っていてももうね、変わらないということで、どうもこのコロナですね、長引きそうなので、1ヶ月、2ヶ月待ってもちょっと変わりそうにないので、もう今回決断をしました。なのでね、デポジットの3000ドルだったり、そういったのもあるんですけれども、おいおいまた、アップデートしていきたいと思いますので、今日の動画はですね、TK ボンチャンネルは8月半ばですね、8月の半ばに、関西国際空港経由でカンボジアに帰ります。ですね、国内線のなんか空港とかだったり、国際線の空港とかも、撮影していく予定なので、旅行が好きな方、ちょっとでもね、海外旅行気分を味わってみたい方、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。またね、PCR 検査等々も、可能であればね、取っていきたいと思うので、ぜひよろしくお願いします。皆さん、チャンネル登録か、チャンネル登録をどうぞよろしくお願いします。それでは、また後日お会いしましょう。OK, guys, see you tomorrow. Bye bye.